わらしべ長者。昔々、ある若者が、お寺で観音様にお願いをしました。どうかお金持ちになれますように。すると観音様が言いました。ここを出て、初めにつかんだものが、お前を金持ちにしてくれるだろう。喜んだ若者は、お寺を出た途端、 石につまずいてすってんと転びました。そしてその拍子に一本のわらしべをつかみました。観音様がおっしゃったはじめにつかんだものってこれのことかな。とてもこれで金持ちになるとは思えないが。若者が首をひねりながら歩いていると、ぷーんと一匹のアブが飛んできました。若者は そのアブを捕まえると、持っていたわらしべに結んで遊んでいました。すると、向こうから立派な牛者がやってきて、中に乗っている子供が言いました。あのアブが欲しいよ。ああ、いいとも。若者が子供にアブを結んだわらしべをあげると、家来の者がお礼にみかんを三つくれました。 わらしべがみかんになったな。また歩いていると、道端で女の人が喉が渇いたと言って苦しんでいます。さあ、水の代わりにこのみかんをどうぞ。女の人はみかんを食べて元気になりました。そしてお礼にと美しい布をくれました。今度はみかんが布になったな。若者が その布を持って歩いていると、馬が倒れて困っている男の人がいました。どうしました馬が病気で倒れてしまったのです。町に行って布と交換する予定だったのに、今日中に布を手に入れないと困るのです。では、この布と馬を交換してあげましょうか若者が言うと、 男の人は大喜びで布を持って帰りました。若者が馬に水をやったり、体をさすったりすると、馬はたちまち元気になりました。よく見ると、大変立派な馬です。今度は布が馬になったな。その馬を連れて、また若者が歩いていると、今度は引っ越しをしている家がありました。 そして、そこの主人が若者の立派な馬を見て言いました。急に旅に出ることになって馬が必要なのじゃが、その馬をわしの家や畑と交換してもらえないかね。若者は立派な家と広い畑をもらって、大金持ちになりました。一本のわらしべから大金持ちになったので、みんなはこの若者を わらしべ長者と呼びましたおしまい